猫猫つるつる猫つる TV。 どうも皆さんこんばんにゃ、猫です。今日はですね、前回ちょっと皆さんにご紹介したこの釣り人のための魚大図鑑、こちらをですね、図鑑埋めするためにオフショアの方に行ってまいりました。この日はですね、いつもお世話になっている小浜新港から出港しているスーパーバイキングの船長にお世話になってきました。ちょうど出港するぐらいにね、雪が降り始めました。遠くの山が霞んで白く見えますよね。心配ですにゃ。今日のメインはですね、ヤリイカ。ちょっとね、おかっぱりで調子悪かったのでオフショアにもやってきました。でヤリイカの後はアマダイ狙っていきますので、僕ねアマダイ狙ったことはあるんですけど釣れたことがまだないんです。ですので図鑑埋めチャンスということで頑張っていきましょう。どんどん進むにつれて結構雪模様、厳しい状況ではありますが猫は頑張りますよ。はい、ポイントにつきましたので軽くタックルの説明ですね。バルケッタ CI4 に泥棒スティックですね。で使う捨ては30号って 112.5g、こちらに中間にオバマーリグでプラズノ仕掛け、船長がねプラズノが釣れてるってことだったのでちょっと使ってみました。着底を待ちまして、そこからしゃくり上げていきます。水深がだいたい 80m ぐらい、水深 80m に対して 112.5g っていうので海は穏やかなように見えると思うんですけど、実際ねかなり潮の流れがきつくて、でヤリイカはね流し釣りだそうです。でメタルであっても全然ね感覚がつかめないんですよ。まあ、マイカのね船を立てた釣りとは違って流し釣りっていうのは常に流れているのでもうかなり難しかったです。他の同乗されてる方ですねは85 300g ですね。で、プラズの7本仕掛けで、この時実は後ろの友でバンバン釣られてました。悔しいですね。ですのでちょっと仕掛けを考えて変えてみました。はい、ちょっとねロッドとスピニングリールに変わってると思うんですけども、あまりにも悔しいのでね80号の重り使ってやりましたよ。でですねプラズの5レンジ掛けでやってみるんですけども、やっぱりね食いが渋い。なんかねどうやら今日はね落とし込みの誘いで釣れてるらしく、ロッドでねそれをやってみるんですけども、手動でなかなか厳しいですので、ここでさらにもう船長にお願いしてですね、なんと電動リールをお借りいたしました。なんと初めての電動リールを使ってみました。それがねやっぱ釣れるんですね、不思議ですね。でも今年はねいろんな釣りにチャレンジしたいと思っているので、まあこの電動リールっていうのもその一つですね。今まではねちょっとねなんか敷居が高いっていう感じしません？電動リールの深瀬とか、ここで釣れたようなのでちょっとねスタンバイですね。水を海水を汲み上げときますと、ね、もう本当にね船長やスタッフの方がいろいろサポートしてくれてものすごくね分かりやすかったです。なんか今までエギングで釣るヤリイカに比べるとこの電動リールっていうのもねまた奥が深くてですね、結構面白いですね。なんかハマっちゃいそうです。もちろんねエギングスタイルでも狙いたいところなんですけど、今日のこの環境下ではちょっと難しかったですね。おっと上がってきました。やりましたね。はい、初の電動リール、初のヤリイカ、嬉しいところですね。で捨てをこの絨毯柄のところにかけるんですけど、ちょっと絨毯のも引っかかりがなくてポンポン飛んでいっちゃうんですよね。自分で準備すればよかったですね。おー綺麗なヤリイカちゃんですね。はい、いろいろアドバイスしていただきながら釣っています。隣でねスタッフの方がいろいろご指導してくれたんですね。そのおかげですね、電動リール、初電動リール、初ヤリイカゲットでございます。ありがとうございます。
で残念なことにね、この一杯釣り上げたところでヤリイカは終了と、続いてアマダイ狙いに今走っております。クソ、一杯しか釣れなかった、恥ずかしい。はい、じゃあ続いてアマダイですね。気を取り直して頑張りましょう。アマダイは天秤仕掛けっていうもので狙いました。天秤にですね、80号の重りをつけて、ちょっとこうずっと長い先に2本針から3本針っていうのに、オキアミ、エビですね、エビの尻尾を取って針にかけていきます。ちょっとね、僕もあんまりこういう釣りをそこまでしたことないので、尻尾を取ってで刺していきます。なんかね、背中からかけるのと腹からかけるのをいろいろやってみてっていうことで、ちょっと今回は丸めにして針先を少し出してやってみました。さあ、何かかかりましたよ。このね、上がってくる時にね、大きいのか小さいのかがちょっと分かんないですね。さあ、どんなものがかかったのか、果たして狙いのアマダイくんなのか、どうだ。おっと、この人は出ましたね。うっ、おっと、なんかついてるぞ、下にも。なんじゃこりゃ。うっかりカサゴはわかるんだけど、ちょっと下のがね、トラギスって僕言ったんですけど、後で図鑑で調べると姫っていうもののようです。なのでこれもね、こちらです、図鑑に埋めておきましょう。はい、ありがとうございます。ここでね、もうあまりにも潮の流れが速いので、船長判断でパラシュートアンカー入れてくれてます。ここでね、船長がアナウンスでカレーかって言ってたので、僕はちょっと何か分からなかったんですけど、上げてくるとカレーですね、本当に。すごいカレーでした。こちらも図鑑埋めですね。図鑑がどんどん埋まっていきますね。こちら、かわいいですね。美味しそうなカレーなので、煮付け、もしくは焼きにして食べちゃいましょう。さあ、また当たりましたよ。ちょっと今回叩くような当たりだったので、期待大。アマダイ来るかなと思って、願いながら糸を手繰り寄せていくと、そこにいたのはアマダイではなかったんですね。なんとこれがね、レンコダイだったんですね。ちょっとだけ映るかな。くそ。はい、さらにレンコダイもう一匹追加ですね。もうなんかレンコのあたりは分かるようになりました。アマダイっぽいんだけどちょっと弱いんですよね。で、途中で引きがなくなります。それがもうレンコの特徴。悔しいな、まだ釣れないな。でもね、なんか僕だけね、魚結構釣れてたんですよね。なんか魚マスターみたいな。だんだんこの電動リールにも慣れてきまして、ちょっと船長からもね、だんだん手際が良くなってきたなみたいに言っていただきました。ありがとうございます。はい、じゃあレンコちゃん、生けすの中へポチャンしてどうぞ。はい、ここでアマダイは終了となりました。この後またヤリイカへ向かうそうです。はい、ここからのヤリイカはね、もう同じ絵ばかりなので、ちょっとダイジェストみたいな形でちょっとまとめてます。だいぶ仕掛けのね、操作にも慣れてきたんですけど、船長には申し訳ないんですけど、ちょっとね、つけてあった絨毯みたいなのがボロボロで針がかかんないんですよね。この吸ってですね、プラズマとか吸っての針をかけていくんですけどね、もう全然かかんなくて、ちょっと小さめのこれはメスかな。また当たりますよ。じゃんじゃん当たっていきますね。操作にも徐々に慣れてきて、いい感じですね。グイングインと穂先が入るこのヤリイカ独特のね、イカ類独特の引きっていうのは、エギングでもそうですけど、電動リールでもやっぱ面白いですね。いろんな釣り方、これはプラズノに来てますね。プラズノにも来た。まあだいたいちょっとね、午後から僕調子が上がって、同性の皆さんはあんまり釣れなかったみたいなんですけど、独壇場となってしまいました。はい、また来てますよ。本当にね、なんか入れがかりじゃないですけど、うまい具合に連チャンして釣れてくれました。
おそらく時間的にもこれが最後に近いかな、いやもうちょっとできたかな。これがねこの日僕の釣った中では一番大きいヤリイカになります。こうやってプラズノをかけていくんですけども、ピョーンと全部で、ね、絨毯がちょっとボロボロになってるんで取れていきます。そしてねこのイカを揚げた時にこのイカのサイズを船長が、ありがとうございます、うん、結構渋かったですね。まあ狙いのアマダイも釣れなかったですし、結局この電動リールに変えて手返しを覚えてから、後半戦ですね、ヤリイカは数が伸びました。もう最後なんでねむちゃくちゃに上げてきてますけれども、ちゃんとついてますね。さすがにね渋かったので僕も頑張ったんで、船長がこんな言葉で褒めてくださいました。またまたありがとうございます船長、いつも褒めていただいて僕はどんどん成長していきます。船長ありがとうございます。結果発表、ヤリイカは10匹、お魚はカレイが1匹、レンコダイが4匹、あとはうっかりカサゴとゆめちゃんでしたね。いや楽しかったですね、初めての電動リール。皆さんもこれから電動リールの釣りにチャレンジしてみるのもいいんじゃないでしょうか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。不慣れな釣りで申し訳なかったですけれども、今後こういう釣りもしていきたいなと思ってます。皆さんもチャレンジしてみたい釣りが見つかるかも、ぜひチャンネル登録よろしくね。バイニャー。